ますよ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いける？いきます。大丈夫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 。今日はですね、一応このお二方、隣にいるんですけども、本ちゃんのね、主役の、ライ君、はい、ライが、来る予定だったんですけど、それで3人、4人、5人ぐらいかな、で、全員同い年の20歳、ということでバースデー放送しようかなと思ったんですけど、ライが酔っ払って風呂に入りたいということで帰るという帰っちゃいましたね、事件だったので。何してたの？営業終わってから。営業終わってラーメン食べてました。ラーメン夜はラーメン食べてました。一緒にラーメン食べてました。あ、それでラーメン放送。そういうことか。そういうことです。そういうことです。見られてたんじゃん。それはそれ怖いですね。今日はね、本当にまあ要は、ルーキーと言われるね、まあうちのお店では、まあ、1年未満、の人たちをルーキーという形でね呼んでたりとかしてるんですけど、まあそのルーキーの、まあ、若いとか、感じでコメント来てるんですけど、まあそのね、人たちのバックアップということで、やらせてもらいたいなと思います。はい、じゃあ一応タイトルコールがあるんですけど、もう桜突っ込ませていただきますって言ったらバーって言って、はい、一緒にやろう、はい、元気よく。はい、いきます。それでは桜木ディの突っ込ませていただきます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい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 、ね、今日ね、2部もやるんですよ、ということなんですよね、はい、そういうことなんですよ。そうですね、はい、今日は2部、ライのね誕生日ということなので、まあ、日付変わって彼も20歳になったということなので、まあ、2部もやっちゃおうということで、今いますここに。はい、でコメントちょっと聞いてるんですけど、そうなんですよ、 T シャツできました、ついに。はい、ああ、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、 T シャツができたんで、裏がねこんな感じで、はい、UPY ジャパンさんが、作ってくれました。めっちゃ書いてます、ね、裏に書いてますね。欲しい、もらえるんですか？あげあげ絶対あげということの、感じですけど、まあだい、まあ、これ欲しい方ね、まあこの前も言いましたけど、なんか送ってくれたらいいかなという感じじゃないけど、何欲しい？今欲しいもある？僕はお家が欲しいです。お家？はい、アパートでもいいの？賃貸でもいいの？あ、全然それでもいい。あ、そうな。一軒家とかじゃないの？一軒家とかじゃない。あ、なんで家欲しいって。まあ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 すごい。でかい、ね、まあまあでかい、ね、あれ欲しいな。僕は、うん、ホストっぽいものが欲しい。あ、ホストっぽいもの。そう、あ、確かにね、それは必要やもんな。そう、買うてもらってんや、お客さんに。そんな簡単に。え、そんな簡単じゃないんですよ。いや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 、そういうもんじゃないの？そんなもんですか？そういうもんやと思うよ。全然イオリンキスマイの北山に似ていると。どうでしょうか、嬉しいな、やっぱり。え、でもあんまり似てるって言われるのあんまり嬉しくない。あんまり嬉しくない。あんまり嬉しくない。みんなそうじゃないですか。北山くんはでもいいんじゃないの、トップアイドルやん。ブサイクの方やったらちょっとあれやけどな、うん、おー、やめやすよ、顔がとか、顔が小さいとかやめやすよ。顔が小さいとか。ね、遠藤さん、遠藤さんね、はい、遠藤さんにはもうしっかり送らせてもらいますよ。そらしっかりと送らせてもらいますから、しっかり送らせてもらいます。俺が来たやつ送ろうかなぐらい。1週間な。1週間来たやつ洗わないで。洗わないで行こうかな。それそらにあげてもいいよ。すぐ洗います、すぐ洗います。それはちょっと。ちなみに2人はホストやった経験、いや経験というかきっかけは何なの？ホストになったきっかけ。僕はもう、うん、ただちょっと仕事を探してってみたいな感じで。前は何やってたの？前は倉庫の仕事してました。倉庫、倉庫でフォークリフト持ってました。へぇ、荷物を持って運ぶ。力仕事ってこと？ありますね、トラックから。すげえな、それ。10キロ、15キロずっと下ろしてるっていう。
はぁ、運送屋さんの、まあ、そうです、そうです、ね、そんな感じです。で、月、給料的には？給料的には、うん、残業、残業、残業ってないの、ね、残業です、残業や、残業、残業はもう、あれや残業70時間やっても、まあ、全然って感じです。よりは？僕はあれですね、お弁当の配達してました、車で車で弁当の配達そうなんです、学校とかに持っていくんだ。あ、そうなんですよ。あ、そうなんですよ。いつも力仕事やな、でも。あ、そうです、結構きつい。給与的にはいいの？よかったの？よくないですよ、時給800円くらい。あー、やっぱバイトなんやな。そうです、バイト。へえ、彼、ちょっと車好きなんで、あの、こう見えてね、はいすごい車とか、ブンブン飛ばすからびっくりするわ、めっちゃ怖いですね、乗ったら運転めっちゃ荒いんで。あ、乗った？乗りました。嘘、めっちゃ荒い。ドリフトはされた？されてない、それはされてないです。なんか警察に多分すぐ捕まりますね、そのうちはやばい。そんなにスピード違反で。今度乗っけてんな、はい、ぜひぜひ大阪まで送ってめっちゃ遠い帰りはもう知らん帰ってっつってやってもらおうかなみたいな。はい、そうですね、コメントちょっとスルーしちゃったんですけど、元気ですよ僕、全然元気。ゆうももし何か拾いたのあれば言ってくれたら全然、はい、上から順に行こうか。台風なのに2部大丈夫かいな。全然大丈夫です。なんつったって室内だからね野外でやらないからね君たち。そうですね、元気ですよ、全然元気ですよ。元気です、元気です。元気があればチンコも立つっていうね。そうですね、まだ若いですからね。アントニオさん出てるからね、うん、アザスグループ、アザースでもグループ内でも憧れの先輩は誰ですか？いい質問ですね。まあまあやらせ抜きで、一番尊敬している先輩、まあ一人誰でもいいけど、まあユナイ、リアとかも。僕はマジで言っていいんですか？マジで行こう、マジで行こう。マジですか？うん、相澤アキさんです。相澤アキさん、はい。僕はもう全体的にやっぱ理想図。理想ですね、もう。いいやん。何年後ぐらいにはあそこに。何年後？7年後ぐらいに。27年ぐらい。いけたら。27年。めっちゃ。だよりは？僕は城南駅で代表が。あ、ほんま？はい。ありがとうございます。空。帰ってちょっと。でも帰ってちょっと。迷ったんですけどちょっと。そんなんはいいねんけど、まあまあまあいいよね、そういう憧れ先輩、俺もそうやったから。最初は絶対作っといた方がいいかなと思うけど、いおりさん北山ヘアにしたらそんなに。でも確かに俺も今、いや直で見たらそんな似てないねんけど、 この映像見たらマジ、ね、マジちょっと北山くんやんな。わかるわかる。北山ヘアどんなんなんだろう。でこんな感じじゃないの？前髪ですか？前髪がやばいですから前髪が、あんま突っ込まんとどうしよう。今日出勤してきたら前髪パツやったんですよほんまにほんまにもうスパーンみたいなんで、みたいな。失敗したの丸分かりでしたなあ丸分かりやったな。よっ、マクラホスト、よっ、マクラ女子。誰コメントしてんの？コメント荒れてんの今日？いいね、もうちょい荒らしてね。天候も荒れてるし、ね、そうです、今日はどんどん荒らしてほしいよね。どんどん荒らしてほしいよね。思うわ。水没でビチャビチャ。そうそうそう。携帯さ、落としたことある？トイレとか。水没したことある？ないですね。ないです。ないです。水没はない。なくしたことは？なくしたことない。マジ？しっかりしてるよね。めっちゃしっかりしてる。ちなみに、いおりの文字、あ、いいの、ひらがなで。ゆるい感じ。そうっすね。めっちゃゆるい。そんな感じか。まあまあまあ、ちょっとね、どん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 ぐいぐい行ってくれたらいいよ、さ。ぐいぐい。ぐいぐい、もう前に行ってくれたら。ぐいぐい。まあね、まあ、二人、基本的にちょっとこう、接客中とかもね、あんまりこう、ガッて行くようなタイプじゃないからさ。飲んだらまだ、いける。飲んだらいける。少しは。少しは。どうぞ。ウーロン茶しかないけど二人は何突っ込みたい、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 どうですか、何突っ込みたいですか。突っ込みたい、うん、
テーマ的なのなんか決めてくれてもよし。東京は暑いですね。東京は暑い。暑い。出身が岩手。そう、僕出身岩手なんです。岩手はどうなの？寒いよ、基本的には。いや、温度はそんな変わらないんですけど、うん、湿度が多分東京は高いじゃん。めっちゃ。なるほどな。そこでも全然違います。そうなの。そう感じる？僕千葉なんで。そないにやんな。そないにやんな。ちなみにあの大阪はあの東京の 1.5 倍暑いよ。え？もっとして大阪だって、もっとしてますよね。大阪の方がもっとジメジメしてる。もうダッピチャーなる。じゃあ大阪行きたくない。やろ。やろ。それ聞くとちょっと僕も暑いの本当に苦手なんで。嫌い。嫌いじゃない。嫌いじゃない。大阪嫌い。暑いのが湿度が高いところあんまり。暑さ、ね、いや暑い方がでも、うん、暑い方がよくない。寒いよりはカラッとしてる方がいいけど、まあ、ジメとかも嫌いじゃないかなって思って。寒い方がいいんですか。寒い方がいいんですか。雪合戦とか。雪合戦なんて絶対せえへんやろ。そんなしたことないよ。雪合戦したことないんですか。な、一回もない人生ある。やります。雪合戦やります。めっちゃ楽しいですよ。どうする。木を固めて投げる。喧嘩ならへんねそれ。小学校の時とか子供の頃はなりません。あ、やっぱり中学校とかの時も全然楽しい。へえ。雪合戦あるでしょ普通。そう、僕あのね、あんま雪に囲まれてないから。そうそうそう、西成だけ雪降らないのはあの降るよ降るけど積もらないですね、あんまり。でも積もったらうわーみたいな。そんな、そんなですか。そう、だからあの車のボンネットとかの雪かき集めてやっとこんぐらい作れるみたいな。で、その感じですよね。まあイメージ。そうそう、全然全然。雪、なんで夏場に真冬の話してんの。夏場に。もっと海の話とかしようよ。雪の話、まあいいね、そういうの。大切大切。そこに突っ込みたかった。そうですね、まずはまずは暑いと。暑い、暑いと。めっちゃバーイよりは腹立ってることないだろ最近。腹立ってることですね。もういいよ、いいよ、もうそれはもう言っちゃう。腹立ってることですね。最近食欲が止まらない。知らねえよ。知らねえよ。いいね。いいね。突っ込んできたね。知らねえよ。食欲が止まらない。何食一日？結構食うの？え、食べますね、僕。うん、もう1日6-7とか。6-7、やば。それはすごい。すごいな。君ダメやからね。僕はもう2食。お前ちょっと腹見しときや、もう今。もうこれはもう今しめやん。そりゃそうや、でも。本当ですか。こんな腹はもう見せれないっていうことを、もう、リスナーの人に見しとき。何でこうしてんの。2食でこうしてんの。あ、あかん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 。ちょっとやっぱそうなるわ。元気出していこう。ほんま。そうですね。あかんよ、こんなんしてたらあかんねん。こんな番組じゃないんですよ。はい。もうちょっと本気でいきましょう。まずね、ちょっと一個言いたいですけどね。今日タイムラインに、やたらのサンリオのキャラクター貼ってたやろ。もう、ワンスクロールしたら1体おったぐらいのアニメの。え、マジマジ、サンリオのキャラクター、今流行ってるやつ。あれ流行ってるんですか、なんか。なんか今やたらやってるけど、あれちょっといらんで、もう青の一つ覚えみたいにそれアイコンにしてキャキャキャ言うて似てるとか、ほかあんないらんから、もうその一切なしでお願いします。もうそういうの多いよね。そうサンリオ、チャンリオって、チャンリオってもんあれ、あれなんだ、アプリで作るやつ分からへんけど、なんでもいらんねんな。絶対おる、絶対おる。ちょっと何の話してるか分かんない。マジかマジかマジか。なるわそれ。ちなみに雪合戦したことないっていうのは会話を広げるために言ったけど、俺あるからね。あ、そう、あ、そういうこと、そういうこと、そういうこと、接客ってそうや。あ、そう、そういうことですよ。あ、僕もしてますよ。 A が欲しいのに B が欲しいって言わなあかん時もあるわけやから。なるほど。そうそうそう、っていうのもね、勉強ですね。勉強、勉強開始する。じゃあ締めは。そうです。お願いします。勉強開始ということで、はい、じゃあやろうと思います。番組後半は元気よくいきます。お願いします。ありがとうございます。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、
早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ。試した人から面白い。ということで、まあまあまあちょっとねあんまりこうニュースとかあんま見えへん感じ。時事ネタとか僕全然見ます。あ、見る？テレビ大好きなんで。テレビ大好きです。ジェントリーは色恋ってんですか？色恋はね基本的にはどっからが色恋なんていうぐらいですよね。難しいですよね。好きになるとかはあるってことでしょ女の子。何やねん。お前らちょっと 1.5 秒まあなんやねん。スパッと言ってくれ。スパッと色面ってなんすか？あ、知ってますよ僕。はい、色面知ってます。色面、うん、色面知ってる。メロンしか持ててこないです。え、メロンしか。正解正解正解。メロンがめっちゃ好きな人のことを色面って言う。へぇ、そうで今流行りらしいからね。そうメロンパンでもいいらしいよ。メロンパン好きな男子のことは色面とかって言うらしいけど、そう初めて聞く。ほんま？めっちゃ聞くよこれ。これもひたすら聞くから、そうやったら聞くなって。今ってメロンの季節ですか？今メロンの季節ちゃう？多分。うん、結構聞くでメロン。この前あの桃買うたわ俺スーパーで。僕もあの車で桃が売ってるなんか。あれ？クラッシュ通りのやつ？そう。ああれ？僕それ4個で500円にしてあげるから買ってっちゃったら買いました。で、食ったのちゃんと。食いました。4個1人で1人で。かわいい。桃か。桃食う機会でもあんまりいっちゃう。そうですか。でも最近さ、俺バナナ食いたいの今。バナナはそんな思わないですよ。うまっ。バナナスーパーとかで見たら久々食いたいな。僕オレンジだったんですか。オレンジ。オレンジ、果物。ちょっと待って、深夜に果物の話してる。深夜になんで果物の話。絶対思んないよこの果物会は。いや今日はあれですよ、面白いとかじゃないですよ。今日はもうあのもう僕はいつもこんな感じやんな。そう、基本的にはこういう人なんですよね。こういう人。そうなんですよ。ヘルプリスの真ん中に座り、こういうな、司令塔ですよ、司令塔ですよ。俊介中村ですよ僕は。ミキータというかあれ、あのユニクロの、 あの試着室で上海店でセックスハメ撮りしてるやつをあげて今問題になってるの知らん？それ知らないですね。初めて。今見てくださいよかったら。ねユニクロセックスで多分Google で出てくると思うんですけど、やばいからマジでリアルにハメ撮り映像を中国人のね人がユニクロの試着室で撮って。中国の人なんですか？中国。そう、やった場所も中国ですか？中国、上海かな、北京のね、うん、とこで。やばい、マジやばい。見たんですか？見た見たい。でもその女がなんかちょっとめっちゃドヤ顔でこうタッチバックされてんだけど、カメラ見ながらこう髪直しながら疲れてて。見やねんそれ。面白いですね。そうですよ。絶対狙ってますね。今多分奥で今ショットさんが見てるんちゃう。めっちゃ見たいですね。そういうのを見んの？やっぱりこう AV 的なものは。あんまり性欲ないですよ。あー出た、これ突っ込ましてもらうけど、それ性欲ないっていうこのくだり、もう今の100万回は聞いてる。だいたい結構多いんだけど、こんなにするじゃん。
僕自分でしたね。したことは？あ、でも一回だけある。絶対嘘やんか。お前何やねん、その会話何やねん。絶対嘘やんか、お前人生に一回ってないんですよ。この前も言ってて、女にしせえへん女の子なんていないって言ってて、もう絶対おらへんから、家に女の子の家には必ず電話があると。まあ8割ぐらいはまああるんちゃう。まあそうそうそう。それをまあいちいち言うなと思う。やってるって言った方が絶対株上がるやん。そうですね、でも私オナニーするよって言った方が絶対株上がるのに。男も来ますからね。そう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 。スタジオにもあるよね。あ、そうなの？ここにもあるんですか？え、どこですか？あ、ほんまや。え、昔からありました？結構前か。結構前か。あ、ほんま知らんかった俺。なんでこれや。でもこれは多分いろんなホストさんがめっちゃびっくりして、なんでいろんなホストさんが多分使ったと思うの、これ使ったというか、まあ、これえぇーって言ってえぇーみたいなくだりはもう今までバー放送されてると思うから、そんなしない、はい、しないしない、一切しない、こういうのはもう使わないでお願いします。はい、電話ね。てかさ、電話、あ、一個気になるのは電話ってどこ使うの？ここなのか、このわかる、この線入ってるとこを当てるのか、ここなのか。たまにさ、よく見よう、ここに当てるやん、こういう感じ でこうはないやん。だから こっちが、この光景よく見るやん、これどっちなんかなみたいな。どっちなんすか？アンケートいきますか？電話のな、アンケートいいっすか？電話の、なんやろこれ側面か、頂点か。でもこれ自体はもう、これなんじゃないですか。これが電話なんで、どこでもいいんじゃないですか。当たり外れはないんですか。いや、あると思う。あるんですか？ここ、多分俺こ、うん、こうやと思うな。こう、あ、うわ、うん、やと思う。側面か頂点か。どっちやと思う、どっちやと思う。僕ですか。僕はここら辺。あ、ここやっぱりどっち派？はい、僕はもう当たり外れもない。全部、全部。あ、全部どこでも。好きなとこでやればいい。好きなとこで。そういうことで、らしいんで、僕は絶対ここ、俺より早いと思うわ、絶対側面だと思います。これ貼っていこうかって言われてんで、キャッチャーですか？516番さん、キャッチャーの人、うん、元キャッチャーの人から来てるよ。ナイトからだと声が通りづらいのね。その声もまたちっちゃいけど、ね、あれです。あ、ほらやっぱり側面、絶対ほら来た、ほら側面、頂点はね、やっぱ側面派ですよね、うん、絶対側面やと思ってたもん俺、うん、やっぱ外側が何事も側面がいいんだよってこと。どういうこと？いやいや、登山とかさ行っても山見て頂点立ったら気持ちいいけど、そこまでの過程の側面をこう登山してる最中は大切なんだよってこと。そうそう、はい、はい、あのね、うちの自由にね、僕がこう語り出すとこういう反応するね、いつもほんまに、みんなしてそうやんな。帰りまーすそもそもな、日本っていうのはまあ先の大戦においてみたいな話出すとすぐ悪い、これ見て、この顔この顔この顔申し訳ないですけどね。いいよいいよ、全然いい全然いい。ルイは側面使ってるの？どっちに使ってる？どういうこと？どういうこと？俺が使うのか、俺が当てるのかみたいな。あ、基本的には僕電話は女子には使わないという。へー、嫌やんそんな。そうですね、そうっすね、刀のように出すわけやろ。こうさあ行くでみたいな感じでこうシャキーンみたいなこうおっしゃってんの、そのくだりが嫌。行くでもうなんか知らないうちに出してるみたいな感じ。嫌やん、それも嫌やん、なんかびっくりする感じ。いやいや、うわってなる？わかんないっす。お前が言ったやん。わかんないっすね。使ったことはない。使ってほしいな、やっぱり。まだ結局こういう下ネタになっちゃうよ。あかんあかんあかん。会話能力がないということになってしまうからね。そうそうそう、絶対あかんよ、そういうの。はい、やっぱりこう、武器で戦っていかないとね、フォークで。そうそうそう、まあ戦争中でやっぱ日本兵というのはやっぱ刀を所持してたということもありますし、まあ刀が、まあ一回ね、刀って人を切ると、まあ要はもう切れないわけですよ。もう要はなんていうの、もう切れ味がね悪くなっちゃうから、まあモンハンやってる人とかも思ってますけど、それでガッて
切ってそのまま殺した後次戦う人はもうすげえなわけですよ。そこでできたのが日本憲法とかね、日憲とかって言われる、要は殺人憲法みたいな、そうっていうのはやっぱありますからね。ここの大和魂使って魂の総理の会をしてほしいと思いますよね、はい、そうです、うん、そうですって何やねもうどんどんコメント部分いっちゃってやバイってくれていいからね。全然ある。初めてする相手がルーター使い出して引いた。ルーター、ルーターってなんですか。すげえな、ルーター使うんや。えいやいや、ネット回線の飛ばすルーターやん。さあ、エッチしようかっつってそのまま、ちょっと待ってやつってパソコンからルーター外して持ってきたってことでしょ。すごいな、そいつ語れへんな多分ローターとルーター間違えてる。あ、そういうことですね。かわいい間違いですねかわいいルーパールーパーわけないやろウーパールーパー使ってやばっでもあのなんか関根勤がやってたオナニーのやり方してる。オナニーか分からへんけど、湯船の上に祈祷だけ出すわけよ。湯船入ってギンギンにして、その上に羽ちぎったハエを置いたら羽動き回るわけやん。祈祷の上をハエが羽ないし飛ばれへんから、それがめっちゃ気持ちいいです。めっちゃ気持ち悪い。気持ち悪い。気持ち悪い。虫オナニーめっちゃ気持ち悪いらしいですよ。それをやってたみたいです。あ、全然こういうこと平気言いますよ僕、はい全然ためらいもなくいきますよ。ルーターめっちゃ引っ張ってるやん。ルーターめっちゃ引っ張るやん。ルーターかネット回線か。そういうルーター買いに行かな。ありがとう。せやせや、ルーターごめんな、ちょっと今あれやね、あっちゅう間ですよ。もう1分前です。今日2部ありますけども、どうすか。いや、頑張ります僕、はい、頑張る。頑張ります。頑張って飲む。飲みます。頑張って飲む、はい、あ、頑張って声出す。イエスそこから行こう。そうですね、はい。まあ、ちょっとね、二人こんな感じですけど、ほんまはめっちゃもっといガンガン行くような人でちょっと緊張気味だったんですけど、ね、まあまあまたね、いや、何ヶ月後にする？次。全然僕はもういつでも。いつでも OK。はい。呼んでくれたら。僕もそうですね。じゃあ、いよりの突っ込ましいただきますになる日まで。あの、ちなみに俺、いつかは、誰かパスしようと思ってるから。そうそうそう。ということでね、今日も2部、待ってます。2部に。はい。朝9時までかな？ 10 時、わからへんけど、待ってます！投げかけるすべもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ笑っていたろうさっきまで伝え込んだ仮面をやめ楽だに紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なこの溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。